どうも、この丸です。キタロです。今日は NTM が2022アジアアーティストアワーズ in Japan に出演したので、そちらの感想を言ってきます。先にね、言わせていただきたいんだけど、私あのほら急激に NTM 推しみたいなさ、なんだ、まあ傾向推しなんだけど、ちょっと冷静な判断ができてないところが若干あると思うので、ちょっと、まあ、キータロさんに助けてほしいし、なんならコメントでね、もっとこういうあれもあるよとかあったらね、ぜひ教えてほしいですよ。よろしくお願いします。何の注意書き。いやもうね、でもね、ほんとめっちゃ良くて。まあ、こういう授賞式初めてじゃん。まあ、当たり前だよね。デビューしてまだ1週間経ってないからさ。え？そう、ま、でもそうだよね。そう、だから初めてだから、私さ、レカペとかもめちゃくちゃ楽しみしてて。うん。そう。でさ、こう、レカペ見て、ステージ見てて、見たら、やっぱ衣装もさ、違ってたり、そう、レカペ用の衣装、ステージ用の衣装で違ってたり、あとはなんならやっぱステージの方はさ、2曲披露できたっていうのが結構すごいなと思って。ああ、確かにね。いや、そう、私、なんか、2021かな、なんかちょっと見返したりして、あ、1曲とかもあるよなと思って思ってたりしたんよ。まあ、実際今年どうなるか分からんけどと思って見てたら、そう、まさかのさ、セントオブユーも聞けて、もうめっちゃ嬉しくてさ。そうだね、確かになんか漠然と、まあ、新人だし、まあ、1曲かなみたいなとこはあったわ。うん、でしょ。だし、まあ、今回実際にアーティストによっては全然1曲の方も多かったんよ。そう、だからありがたと思って。いや、確かに確かに、当たり前じゃないよね。そう、これがハイブの政治力なんかね。資金力に引き続き。引き続きですよ、それはもちろん。政治力も、まあそうだね。まあそういうのも大事だからね。うん。まああとは、なんかいつ来るかなと思って。なんか早そうだなと思ってたけど、まさかトップバッターだと思ってなくて。うん。でもなんか良かったよね。トップバッターでめっちゃなんかかっこよく、こうオープニングを飾ってくれた感がすごくて。うん、そうだね。最高だって。私やばい、最高しか言わんかもしれない。最高だった。いやでも本当最高だった。なんて言うんだろう、なんかさ、なんて言うんだろう、新人じゃん、まあ、デビューしてまだ1週間も経ってなくて、いやそれだけど、なんか新人感いい意味でないっていうか。ないね。そう、いやなんかもう完成されとるんよね。そう、完成したパフォーマンスを普通にもうバーンって見せてくれて、2個。2コラス。2個ってあれでしょ、2曲ってことでしょ。2曲。自分で言って2個ってやっとる。落ち着いてね。そうそうそう。いや、ほんと、だから、こういうさ、採点ももちろん初めてなのに、なんか初めて感がないっていうか。そうだね。そう。いや、新人ってもちろん分かってるし、そういう目で見てるんだけど、いや、なんかそういう意味で、なんかいい意味で裏切られるっていうか、めちゃくちゃね、すごいアーティストなの、今すでに。そうだね、完成されてたね。いや、そうなん、そうなん。初々しさ。初々しさね、いや、見た目にはあるんだけど、パフォーマンスにはないっていうか。ああ、わかるわかる。ね。そうなん、最高だった。大丈夫？最高しか言ってないよ。じゃあ、まずレカペの方ね。この黒い、スーツ的なさ、まあスーツではないか、人によってはね、ニットだったり、ジャケットだったり。でもなんか結構、そのレカペ用の、このかっちりした衣装、比較的ね。めっちゃかっこよかったよね。いや、マジかっこよかった。てか、なんならレカペも最初だったじゃん。そうだね。さ、それはね、もうリアタイでは見逃しちゃったのよ。で、クソーってなんか、粉丸がもう出たよって言ってたから。そう、ちょっとね、悔しかったんだけど、アーカイブでバッチリ見れて、めっちゃかっこいいね。そう、個人的にお気に入りっていいですか。もう前のめり。あのさ通路からさ、このレカペのさ写真撮るところに移動するじゃん。その移動のところをさ、結構距離近めでみんながさ見れるのがすごいね。いい。入ってきた時にね、確かにカメラ横切ってくもんね。そうめちゃくちゃかっこいいと思って。あー、かっこよかったね。そうで、一列に並んだ時見てよ、衣装最高じゃない。いや、そう、なんかね、みんなブラックっぽい感じで、まあ、ニコラスだけちょっとグレー味もあったりだけど、基本ね、ブラックで統一されてて、めちゃくちゃその人に合ってていいね。いや、てかやっぱハイブだからさ、なんかセンスあるよね。なんか私、あの合わせてね、あの TXE とか TXE 先輩とか、あのエナイフンのね、レカペのやつとかもいろいろ見たんだけど。過去の先輩たちの見ましたか。そうです、
なんなら、なんならちょっと、本当は、ほら、ケイ君の話申し訳ないんだけど、アイランドのケイ君のスーツ着てるステージを事前に見て、ウォーミングアップしてたから。デカペアスーツで来るだろうと予想して。そうです、そうです。ねえ、いつのケイ君からさ、掘り起こして探ってきとるわけ？そしたらダブルジャケットで、うわ、こう来たかってなって、ありがたみをすごい感じました。ありがとうございます。やばいよ。いや、わかる。ケイ君のダブルで金ボタン最高だよね。最高な、もう、いいですか？何が？めちゃくちゃ似合うもん。あとさ、耳のさ、イヤーカフみたいなさ、ピアスからイヤーカフみたいなさ、このつながりのチェーンとか何とか思って。アクセサリーね。はいはいはい。アクセサリー。そういうところにすごいね、クーってなってました。以上です。いやー、わかる。いや、以上じゃないやろ。絶対まだあるやろ。あとさ、ウィジュがね、ブーツで、確か結構ブーツだったんよ。膝から下ぐらいのやつかな。うん、あ、これさ、写真だと境目がわかんないけど、結構長いブーツなんだ。そう、確かね、まあ、もアーカイブもう一回見れば多分わかると思うんだけど、あ、めっちゃブーツだなと思ったんよ。はい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 、そういうことか。そう、なんかすごいかっこよくて、それがなんかあんま見ないじゃん、男性のこう長いブーツって。そこまで、そうだね。しかもこれブーツインしてるもんね。そうそう、すごいスタイリッシュで、でウィジュやっぱそうスタイルいいから超似合っててさ、めっちゃいいコーディネートじゃんね。てかもうここら辺はもう推しのいる方はもうさ、いっぱい言えるだろうね、コーディネート一つでね。そうそう、だからぜひね、コメントでね、これがこうと言っていただければ、もうもちろんそうですねってなるんで、ぜひ書いてください。そうだね。ちなみにジョー君、小顔すぎて震えるよね。何このか、この小顔じゃない、マジで。豆なんかもうよくあげ、なんか拳、なんか握り拳ぐらいしかないよね。ないないない。あと、キータラさんはさ、雑談です、滝めっちゃかっこよくなっとるねって言ってたね。あ、そうなんね。いや、タキュー、そう、わかる。ねえ、なんかさ、もう一生この話するけど、なんか、アイランド時代のさ、あのキャップかぶったロックダンスのタキーのイメージが、やっぱどうしてもね、うんうん、あの、脳裏に焼き付いてるっていうのもあるんだけど、うんうん、そう、いや、なんかそんなんじゃない。もう、タキューはどんどん成長してると思って。いや、そうだよ。てか、私はほら、だからさっきアイランド見たからさ、マジ、リアル少年のタキー見たんです、タキー。うん。マジで成長しとったよ。ねえ、そっかそっか。やっぱそうで、というか今アイランド見てる人そんないないと思うんだけど。いやいや、いる、絶対いるから。いるか、絶対いる。そっか、NTM デビュー記念にね。そう、うん、記念にっていうか、まあなんか過去、うん、やっぱ4人もいればさ、デビュー組だった人たち、うん、でその人たちが魅力的って思ったら見ちゃうと思うよ。まあそっかそっか。で、あとステージのところね、なんかさ、最初ジョーの声が聞こえると思ってさ、うん、ジョーの声が聞こえてくるよ。あ、一国道みたいなやつね、今。ええね、音声だけの配信だからさ、うちら YouTube。 いや、何の意味もないのよ、それ分からんから。ただ間でさ、察してくださいのやつだったもんね、今ね。そうそうそう、まあ、なんとなく分かったけどさ。でもなんかそのさ、そこからバーンって出てくる感じ、すごい良かったね。うん、確かに。なんかさ、え、すごいね、新人でさ、もうこういうさ、特別バージョンっていうかさ、なんて言うんだろう。始まる前にこういうのさ、なんかママとかでよくあるじゃん。うんうん。なんか特別映像みたいな。え、こういうのさ、でもやってくれるんだね。ねえ、思った。で、まあみんながさ、一列になってる姿がバーンってなって、まあ歩いてくるじゃん。アルマゲドンじゃん。もう地球救っとるよ、これ、多分。Don't wanna close my eyes じゃん。多分ね、あのヘルメット持っとる、多分だから。持っとった。そんな大掛かりなことやっとった、これ歩いてくるとき。そういうあれだった。だからもう正常な判断が私できてないので、本当に申し訳ございませんが、結構軽やかに歩いとるけどな。で、最初がね、あの結構これ声さ、リアルに歌ってる感じなかった、最初のケイ君の入り、うん。あー、そうだね、なんか割とちゃんと生歌ってかね、声も聞こえてきたね。うん、ね、アンダーザスキンね、まあ、ここからスタートなんだけどさ、なんかさ、あのハルアのさ、パートのさ、それが当然の日々ての後のなんかパンってなんか投げ捨てるような、うん、投げ捨てはしないんだけど、なんかパンって動きをする時の目線がマジでハルアかっこいいよ。これは私、あのチッケムでも言っとった気がするんだけど、うん、
やっぱここでもやってきてすごいかっこいいなってなったん。ちょっと一回なんか地面の方見るよね。そうそうそう。すごい。てかやっぱさ、アンダーザスキーってほんとストーリー性の歌だよね。あーそうだね、確かに動き一つ一つもそうだし、表情とか、そうだね、うん、一つの物語に沿ってる感じだよね。うん、個人的にはね、ゆうまくんのさ、サビ前の歌い方がめっちゃ好きな。なんかめっちゃ力強いじゃん。うん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 、求心力えぐみたいな。確かにね、やっぱ力強くていいよね、ゆうまくん。うん、生歌感あったしね、またね。うん、確かに確かに。まあ、あとさ、やっぱアンダーザスキンはさ、どこが掘って思ったかって言ったら、やっぱ風磨くんのさ、風磨のバークバークのとこ、ここ私毎回言っとる気がするけど、やっぱり、うん、来たーってなるとこじゃない。いやそうだね。いやこれはもう本当にフルサイズは絶対ここが見どころだから。うん、いやマジ今回も見せてくれたね。ね、なんか気合い違くない？マジで超かっこいいよね。うん、なんかあそこの爆発力っていうか、なんて言うんだろう、かける思いみたいなのがすっごい伝わってくるんよね。うん、まあ、歌詞の意味的にも多分すごい伝えるような場所だろうから、うん、うん、なんかいいよねあそこね。うん、よかった。ちなみにさ、そのバーカバークの後めっちゃ強いんだけど、そのまま強いニコラス来るからずっと強い。最高じゃない。ニコ来る、あ、ニコラスじゃなかったね、ニコが来るからさ。いや別に一緒だけどさ、まあニコがね、うん、そうだね、あそこ強い流れで来るもんな。そう、うん、ニコやっぱすごいよね、パフォーマンス本当にいいよねニコね。うん、あとさ、あの K 君が真ん中来るとこでさ、もうダンス激しすぎてさ、あのこのさ、マイクがさ、もう目の方行っちゃって、さっと直す K 君すごいいいよね。わかる、頑張れってなったよね。そう、いやだけどね、もうさらっとね、所作が美しくシュッとね戻して。そうだね、まあ、集中力ずっと切れさせない感じだったもんね。そう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 。でその後の戦闘部よね。もう本当この一曲で終わらなかった時の喜びね、まず。本当に確かにそうだよね。あ、アンダーザスキンかと思って、アンダーザスキン終わったんだ、お疲れと思ったら、トゥントゥルルントゥンだもんね。そう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 。なんならあおうが入るから。そう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 、確かに叫び声泣き声がね。そう、でもさ、ここのさ、あの今まで出してる、公開してる、あのショーケースは違うけどさ、パフォーマンスのビデオかな、パフォーマンスビデオとか、あの MV 的なやつだと足元の写しだったじゃん。うんうん、そこからスタートだもんね。そう、でも今回はさ、本当になんだろう、ダンスをゆうまくんのダンスから入ってみたいな感じ。うん、だったのがすごいさ、良くない？よかった、来た、ゆうま来たってなったもん。そうそうそう。でマキがさ、最初マキじゃん。もうさ、マキの目つきがもうほんと甘いマスクすぎて、マジで。うんうんうん、なんか「だれだれ目つき」って言った時、とろけとると思って、マキがもう確かに、なんかあの顔にやられる人多そうだよね。うん、てか今でこんなかっこいいんだから、絶対大人になったらやばいよ。やばい、いやてかやばいと思う。うんね、うん、すごいね。あとマキやっぱ歌うまいからさ、なんか個人的には together のとこ、together がマジ上手すぎて。いやもう、いやもうなんかさ、上手いとかじゃないから多分普通にできる人だから、上手いとかじゃないんだけど、うん、めっちゃ綺麗だなってなるよね、together が。わかる、発音上手って思ったもんね。そう。うん、でマキいる強みみたいな、やっぱ感じるよね。英語を話せるから、インタビューとかでもやっぱそうだしさ。うんうんうん、ね、こういう。ああ、そっかそっか。そう、曲一つにしても、なんかめっちゃ綺麗にパーンっていく感じがいいよね。あ、いいね、それでいてまんねっていう強みね。うん、でも戦闘ビューね、ほんと私申し訳ないけどジャケットプレイ大好きですから、 K 君のはい。そうだね、最初見た時は気づかなかったんだけど、写真とかあとはまあアーカイブ見て思ったんだけど、中シースルーっていうことにマジで戸惑って頭抱えたよね、シースルーってなって。確かにね、そうだね、もしやこれはみたいな感じだったもんね、なんか。そう、いやなんかね、風磨くんもシースルーっぽいし、ジョーくんも多分、まあ、ジョーくんもなんかシースルーっぽい気がするんよね。うんうんうん。でも開け方が違う、ボタンの。わかる。結構ボタン開けてらっしゃるもんね、ケイくんは。なんかすごいシースルー大好きだから私、基本的に。そうだね。そう、 J1 の敬語から始まり。まさにもママはシースルーだった気がするし。ピタピタだったっけな。 う、ね、うん、うん、そうだからめっちゃいいよね。
そうだね。いやでもなんかさ、さっき雑談でも言ったけど、なんかシャツのさボタンをなんかめちゃくちゃ開けるのって、いやほんとなんかかっこいい人しか許されないっていうか、うん、いやなんかさ、どうしてもなんかねあれって思ったりしがちなんだけど、ケイ君は全くそれがない。ありがとうございます、ありがとうございます。いや別にケイ君のこと言ってるこのままじゃないから。あとごめん、ジャケットプレーのところやっぱりあの2番目のところのところからかなりね激しく始められるけど、ケイ君は、うん、今回もやっぱりこう欠かさず、もう多分振りの一つなんだろうねあれね。あーそっか、もう組み込まれてるわけね。そうそう、ジャパーンってなるんよ、だからゴー君ゴー君の誕生。あとさ8分35秒ぐらいかな、ジョー君のさパートのところのさ、まあ、春はジョー、ケイ君の三人衆のところのやつさ、ジョー君こっち向かってくるときになんかすごいオラつきじゃないけど、なんか余裕あるジョー君見せてきてめっちゃかっこいいよ。確かになんかそうそう言われて、いやそう全然ね、あのそんなにアップにならんから気づかんかったんだけど、すごいことすごいとこ行ってきたなと思ったんだけど、なんかでも言われて見てみたらすっごいわかるそれね。めっちゃかっこよくない、ここ。うん、その余裕っていうのがめっちゃわかる。余裕出した時のジョー君やばいよね、破壊力結構でかいよね。そう、ってか待って、待っていかんで遠くに。そうだよね、ご飯ずっと噛みしめといてほしいわ、ジョー君は。そうだよ。もぐもぐもぐつって。そう、お米の甘みがっていうタイプだった。やば、確かにちょっと、いやこれやばいね、なんかさりげないけどすごいいいとこだわ。うん、で最後はさ、このフォーメーションあれなんかちょっと違うなと思ってさ、なんか動きが違うと思ったら、うん、お立ち台でさ、あのせり上がりっていうかなんかね、うん、どんどん高くなるやつのやつで、なんかこれもまた授賞式っぽさがあってすごいいいみたいな。確かにそうだね、せり上がってもね、5-4で分かれたもんね。そうだから、ただジャケットをジャパンしてるケイ君がほんとずっと映るっていう、なんかありがたい光景で。そうだね、もうジャパンしながらどんどん上がっていったもんね。いやでも確かにね、こう本当なんか演出も含めライブ感あったよね。なんかやっぱあの MV もめちゃくちゃ見せ方面白くて好きだったけど、これはこれでね、うん、めちゃ良かったよね。ちなみにさ、うん、この振り付け的にサビの結構さ、両足ガッて開いて、うん、あのちょっとまあ股間に手を当ててグーンっていうようなダンスじゃん。なんかこれもさ、うん、そのせり上がりの人もいることによって、なんかかなり迫力出るようになってて、そうね、やっぱだからこうなるとなんかすごい並ぶとめっちゃ迫力あるよね。うん、そうだね、ライブとか想像する、まあライブ、これもライブだけどさ、うん、うん、なんかね、ライブとか想像しちゃうね。うん。まああとはあのこう初めて見た人もいるだろうけど、結構インパクト与えたんじゃないかなと思って。そうだね、うん、なんかすごいそういう意味でもなんか、あ、めっちゃいいなって思いました。この丸からは以上です。変なとこなかったですか？心配してた、大丈夫だよ。あのさ、キータロさんがこの N チームの話をさ編集してくれるときさ、私キモかった大丈夫とか聞いたよね。キモくなかったですか私みたいな。そうそう、すごい心配してる、なんか聞いたら大丈夫だった、いや安心とかって言ってたよね。で以上でね、今回 N チームが出演した AAA の話してたけど、いやすごかったね。なんか新人でこんなのに出させていただける機会があってめっちゃ嬉しいっていうか、まあ恵まれてるんだろうけど、うん、でもなんかこうそれに甘んじない感じ、甘んじてないパフォーマンスでめちゃくちゃ感動したわ私は。うん、確かに、あ、そうだね、いや本当さっきも最初も言ったけど、新人感ね、いい意味でなくて、本当めちゃくちゃ見せてくれたから、うん、いろんな人に見つかるといいよね。確かに、あと歓声とかもね、あのちょっと上がってたりしたから、すごいそれも嬉しかったよね、うん、私的にはやっぱり、うんうんうん、確かに確かに。あとはもう個人的にはもうこれはもう何回も言いますね。アーカイブを。いやでもそう、本当にいいパフォーマンスだった、何回も見たくなる。まあデビューショーケースもこのパフォーマンス披露してくれたやつあるんだけど、またなんか違う感じだしね。うん、うん、そうそうそう、まあ、だからさ、 Nteam のこれからが楽しみだよね。そうだね。